天皇皇后両陛下の長女、愛子様が23日、初めて園遊会に出席された際の様子などについて、側近が明かしました。愛子様は25日、初めてお一人で昭和天皇の寮と皇順皇后の寮を参拝し、大学卒業と日本赤十字社への就職を報告されました。側近によりますと、事前に自重に所作を確認し、 天皇皇后両陛下からも聞きながら参拝されたということです。愛子さまは大学卒業と就職に関わる行事を無事に終え、アンド、アンド、されていたということです。また、愛子さまは23日、初めて園遊会に出席されました。両陛下や皇族方と一緒に多くの出席者に声をかけ、 最初は緊張した様子だったということですが、大学卒業と就職へのお祝いの言葉をもらい、和やかに観覧できたことを嬉しく思われているということです。事前には、長年にわたって活躍し、豊かな経験を持つ各界の人たちと話すことに少し緊張もしながら、資料に丁寧に目を通すなど、両陛下と一緒に園遊会に臨む準備をされていたということです。 両陛下は、愛子様が出席者と話すことで新しい学びを得て、自身の世界が広がる良い機会になったのではないかと話されていたということです。